阪急電車大阪梅田駅、神戸線、宝塚線、京都線の3路線が乗り入れるこの駅は10面9線となっており、私鉄最大のターミナル駅です。ひっきりなしに入線してくるマルーン色の電車やピカピカに磨かれた床が高級感を醸し出しています。今回の動画ではこの大阪梅田駅から48キロ離れた京都河原町駅まで各駅に停車して向かおうと思います。本当は大阪梅田から京都河原町まで普通電車で乗り通したかったのですが、日中の時間帯は普通電車がすべて途中の高槻市止まりなので、高槻市で準急に乗り換えます。なお準急電車は高槻市から先各駅に停車します。ですのでこの動画では大阪梅田高槻市間は普通、高槻市京都河原町間は準急に乗ることで、阪急京都線全線を普通電車で乗り通したこととします。さあいよいよ電車が入線してきました。今回乗る車両はこちら5300系の5311編成です。まずはこの電車に乗車して高槻市まで向かいます。阪急京都線の普通電車は7両または8両で運転されます。日中の時間帯、大阪梅田から出発する普通電車はこの高槻市駅と淡路から千里線に直通する北千里駅の2系統が存在します。車内はこんな感じです。木目調の壁やオリーブ色のシートが落ち着いた空間を演出しています。日よけも独特な形状をしています。また運転席後ろの窓はとても大きく、前面展望がよく見えます。出発します。中津駅です。神戸線と宝塚線のホームはありますが、京都線のホームはなく、すべての電車が通過します。電車は淀川を渡ります。淀川を渡るとすぐに重曹駅に到着します。大阪梅田重曹間は神戸線、宝塚線、京都線の3路線が並走します。このうち京都線のみ大阪梅田から重曹駅に向かう電車が上り線となっています。
を出ると神戸線や宝塚線とは分かれ南方に停車します。南方では大阪メトロ御堂筋線に乗り換えることができます。御堂筋線の駅名は南方ではなく西中島南方となっています。この西中島南方という駅名はクリーピーナッツの楽曲に登場することで有名ですよね。この辺りは現在高架化工事が行われています。淡路駅に到着します。画面に映っている車両は地下鉄境筋線から来た普通北線2駅です。境筋線方面からの普通電車も日中の時間帯大阪梅田から出る普通電車と同じく高槻市駅と北線2駅が交互に運転されます。そして線2線が分岐するこの淡路駅で高槻市駅の普通電車と北線2駅の普通電車が接続します。高槻市駅が発車すると続いて北線2駅の電車も発車します。西外湯東区間の横駅でもご利用可能となりました。下り線も同じく大阪梅田駅の普通電車と境筋線に直通する普通電車が接続します。そして準急電車が普通高槻市駅のすぐ近くに迫ります。一方淡路を出た普通は準急から逃げるように高架を駆け上がります。準急も停車する上新庄に到着です。上新庄を出ると次は相川に止まります。この駅で準急と特急の通過待ちを行います。茨城市を出ると車内は一気にガラガラになりました。富田駅、この駅には上り線にのみ通過線がある阪急では珍しい線路配置の駅です。左側です。
36分、大阪梅田駅から44分かけて高槻市駅に到着です。乗車している電車はこの駅が終点なので、この先各駅に停まる準急電車に乗り換えます。この駅が終点の普通は回送として留置線に向かいます。この電車に乗り換えて終点の京都河原町まで向かおうと思います。到着した準急電車はこの高槻市駅で特急の待ち合わせを行います。11時43分、いよいよこの電車も出発します。皆様、まもなく淡路方面に向かう電車が到着します。現在の黄色い電車の内側に京都川町です。京都川町です。
桂からは嵐山に向かう嵐山線が分岐します。嵐山線はブルーリボン賞を受賞した二扉車の6300系で運行されています。烏丸です。次は烏丸に止まります。大阪梅田方面。この駅で準急電車は特急の待ち合わせを行います。今回の動画では阪急電車の大阪梅田駅から京都河原町駅まで各駅に停車して向かいました。所要時間は高槻市駅での乗り換え時間を含めると1時間27分、同区間の特急の所要時間が43分なので約2倍もかかった計算になります。
後までご視聴いただきありがとうございました。